こんにちは、むねです。今回は5月11日、新東祭の結納選手まとめを見ていきましょう。いつも以上に遅くなって申し訳ないところではあるんですけど、今週もやっていきましょう。この動画では5月11日アップデートで追加された気になる選手2名を見ていきます。また、今週もおすすめ選手が少ないということなんで、ラインアップで好調のおすすめ選手も合わせて紹介していきたいと思います。それでは見ていきましょう。今、能力はドリブル能力、瞬発力が高めですね。能力もだし、体格も、あとプレイスタイルもメッシに近そうな感じがしますよね。スキルはダブルタッチとアシュラコントロール、イラシコ追加で特殊ダブルタッチができますね。まあ、最近はガビ選手やバルデ選手など、17歳、18歳での活躍が珍しくないですから、宮原選手にも期待ですね。はい、次はモンティエル選手。ドリブルやパスなどが高く、何でもできるタイプのチャンスメーカーですね。まあ、リアルはどんな選手なのか全くわからないんで、詳しい方がいれば教えてほしいですね。はい、ここからはライアップで A のおすすめ選手を見ていきたいと思います。一人目はビエリーニャ選手。ドリブル、パス、守備、何でもこなせるタイプのサイドバック。キック力は91もあるということなんで、まあ、長めのパスや強力なピンポイントクロスができそうですね。まあ、ちなみにドリブル全振りしても、まあ、このようにプレースキック全振りしても、それからこのように守備全振りにしてもとても高く育成できますね。はい、次はルオ・ゴーフー選手。フィジカルコンタクト、ボディコントロールは85へ。他のフィジカル数値は全て70乗っています。まあ、かなりのゴリゴリ選手でありながら、ドリブル能力は75超えで足元繊細。決定力は75、ヘッダー1周、コンカ持ち、得点能力もあります。まあ、かなり強い選手だと思いますね。はい、今回は5月11日新東祭の結納選手まとめと、ラインアップで好調のおすすめ選手を見ていきました。以上であります。バイバイ。